よし、この画像でいこう。兄ちゃんが、ろれつ回んない。兄ちゃんが赤くなった。兄ちゃんと二人で歩いていたな。とても綺麗な夕焼けだ。兄ちゃんが舞い なんで間違えちゃう。兄ちゃんは毎日だ。よし、もう一回。兄ちゃんが赤くなった。兄ちゃんと二人で歩いていたな。とっても綺麗な夕焼けだ。兄ちゃんは毎日働きに、顔も強い、腕も真っ黒だ。だけど夕焼けの中で黒い兄ちゃんが赤くなったな。ああ。兄ちゃんはいつも恥ずかしそうだな。とっても綺麗な人なんだ。兄ちゃんが時々連れてくる。きっとあの人が好きなんだ。だけど二人きりだと黒い兄ちゃんが赤くなったな。ああ。兄ちゃんが一人で、あれ、あ兄ちゃんは兄ちゃんがお酒を飲んでいたな。とっても臭くて嫌なんだ。兄ちゃんが一人で泣いている。強い兄ちゃんが弱くなる。だからお酒は嫌いだ。強い兄ちゃんが弱くなるな。ああ難しいもんだな。青春の歌。喫茶店に彼女とこれも難しい。喫茶店に彼女と二人で入って、コーヒーを注文すること。ああそれが青春。映画館に彼女と
言えないこれ。滑舌が悪いというか、こんなはずではなかった。花嫁になる君に指が触れたらポツンと落ちてしまった椿の花みたいに、おそらく観念したんだね君は。いつものように電話に僕を呼び出し、僕を笑わせた後でその宣言をしたのだった。おうしたのだった。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから、君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう。受話器を置いたら終わってから初めて気づく、運命みたいに僕にも悲しみが湧いてきた。君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり、僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだ。お料理を習うおここうまくいったの。いなくなったのだ。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然とても確かになったのは、取り残されたのは僕だったということなんだ。じゃあこれなら大丈夫だろう。夏休み、麦わら帽子はもう消えた、田んぼのカエルはもう消えた、それでも待ってる夏休み、姉さん先生もういない、綺麗な先生もういない、それでも待ってる夏休み、絵に気つけてた夏休み、花火を買ってた夏休み、指折り待ってた夏休み。
畑のトンボはどこ行った？あの時逃がしてあげたのに、一人で待ってる夏休み。スイカを食べてた夏休み、水まきしたけ夏休み。ひまわり夕立セミの声、これもやっぱり間違えたか。まあこんなことだろうと思ってたよ。じゃあ、自由は青い小鳥はどこにいる、幸せ運ぶ青い鳥、白いガラスの森の中、不思議な鳥が住むという。小さな鳥を胸に抱き、可愛い少女が住んでいる。可愛い少女のお家は白いガラスの屋根の城。ガラスの城の入り口にバラの騎士が立っている。白いガラスの馬を連れバラの騎士は立っている。バラの騎士が連れて行く青い鳥の住むところ、可愛い少女の住むところ、夢の中のお話。終わり。